Leggendo Showcast. Leggendo, Leggendo. どうも皆さんこんにちは、三浦です。ということで今ですね、レジェンド妖怪のナンダ竜王かなのページを開いているんですけど、なんで私がこのページを開いているのかというと、こちらをどうぞ。持ってないね。よし、さあいけ、最後。お、戻って戻って、よし来た。やばい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 、友人玉来た。ということで前回の動画で龍くんを龍神にする龍神玉をねゲットしたんですよ。でここ足りていないのがドンピシャの龍神なんですね。ということで今回はレジェンド妖怪のナンダ竜王をね解放していきたいなと思います。ただね、肝心の龍くんがまだいないんだな。よし、ということでね、リュウくん捕まえに行こう。リュウくんはこのそよ風ヒルズの花壇か、もしくは資材置き場、資材置き場っていうのはよくわかんないですけどね、そこにいるらしい。でおそらく D ランクだと思う。あ、 D ランク、 D ランク、これどうだろう。ドーン、違う、なんだこいつ、間違えた。ちょっと待って、本当に D ランクでいいのかな、ちょっと調べよう。あれおかしいなぁ、出てこないんだけど、花壇ってどこだろう。こういうとこか。あ、これが花壇だね。あれ、ちょっと待って、2箇所しかない2箇所しかないんですけど、この2箇所で出てくんの。あと資材置き場に出てくるらしいんだけど、資材置き場っていうのはよくわかんないね。あ、 D ランクの反応、 D ランク、あ、違った、こっちだ。木の上だとこいつになっちゃうんだよな。なかなかリュウくんと出会えないっすね。あー、ダメだ、出てこない、出てこないぞ。ちょっとこれはちょっと作戦変えよう。こっちのバスターズの方でも出てくるらしいので、こっちで仲間にする。はい、そしたらですね、怪しい地下室でもリュウくんが出てくるらしいの。あ、出てくるね、確かに。こっちで仲間にしよう。ちゃんとね、鬼ラブフェロモンとかたくさん持ってきたから。よし、やってこうやってこう。すぐ見つかってくれると嬉しいけどね。ちょっとリュウくんがあんなに貴重だと思わなかったな。これ甘んじるでしょ、これ違うよね、ちょっとわかんないな、もう。あー、いた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 、リュウくんいた。ちょっと待て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 、ちょっと待って、鬼ラブフェロモン使う。おりゃー、よっしゃ、これでゲットできるかな。あれ、あー、ゲットできなかった、そんなバカな。あー、リュウくんいる、ちょっと待って、リュウくん、リュウくん、リュウくん、おー、入った、いけるかな。ダメだー、ゲットできない。あー、3体目ー、鬼ラブフェロモン来い、来ない、来ないぞ、これはバスターズやめた方が良かったかな。あ、来たね。ちょっとこれも数がね、ちょっと限られてるから。あ、どっち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 、甘んじるじゃない、甘んじるじゃないんだって。もういた、4体目、どうだ。あー、来ない。いや、意外と仲間になりづらいね。よし、リュウくん何体目だこれ、どこ行った、どこ行った、逃げない逃げない、ちょっと待って、難しいなこれ。よし、入ったー、もう来てくれー、来ない、うー、いたぞー、逃げないで、
よし入った。うわー厳しいこれ厳しいぞ。ちょ待てよ、逃げんなよ。これが最後のフェロモン。あー来ない、来ないな。ちょっとマスターズにしたの絶対間違ってたような気がする。ああ甘んじるな、リュウ君じゃなかった。やっつけちゃった。ダメ、リュウ君仲間になってくんない。出よう、やっぱりフィールドで捕まえた方が良さそうみたい。あちょっと待って、今なんか出たね。あこれかん、いらないや結構ね周回していたからヌーパーツも集めたんじゃないかな。お結構集めたね、 1,2,3,4,5,6,7 個。甘んじるね、何度も仲間になってくれたんだけどお前じゃないんだよな、お前じゃないんだよ。さっきの甘んじるレベル96だったんですけど、リュウ君仲間になってくんないのもちょレベルが高すぎるんですよねきっと。なんで D ランクなんですぐ仲間になってくれると思ったんですけどね、レベルが高すぎて全然なってくれなかった感じだと思います。おようやく来た、すげえ時間かかった。これ多分リュウくんだよね。リュウくんリュウくんリュウくん、姿がよく見えない。あリュウくん、完璧リュウくん。これいやー30分ぐらいやってましたかね勘弁してほしい、もう本当に。リュウくん D ランクでレア妖怪じゃないんだけども、これはもうレア妖怪だよこれは。いやー豊風ヒルズのすんごく限られた場所にしかいない。よっしゃよっしゃ、あともうちょい。あー全然当たってないぞ。よし来たー。これあれじゃないかな、禁断の果実がないとゲット相当難しいんじゃないかな。まず見つけるのに相当時間かかったからね。さあちょっとアイテム使って、倒していきましょう。おそらくレベルはそんなに高くないので一瞬でやっつけることができるはず。あ意外と硬い、惜しいった。いった、経験値16の割には結構頑張ってたね。多分ね持ってなかったと思うんだこの妖怪は。かわいい。あやっぱ持ってなが、これはねちょっと持ってないわ。このね、まあ、博物館の前のこの花壇3つ、ここに出てくるらしい。あとは資材置き場っていうのがね出てくるらしいんだけど、資材置き場っていうのはよく分かんなかったんだけどね。さあじゃあ昇天寺に行って合成しましょう。これでようやく竜神がゲットだけど、青龍一度も見たことないな。どれだ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 、これだ、あった。これであと痛い痛い、竜くん。竜神来たね、竜神。これで大辞典が完成したはずなんだけど、おおそうだね。じゃあちょっと召喚していきましょうか。よし召喚していこう。ちゃんとね召喚中は僕黙るんでちょっと口チェックやるからね。どれだ、違う、ちげえよちげえ、これ。よしじゃあ行こう。
龍神以外の他の妖怪はね、なんか普通に何の努力もなしにね勝手に集まってたんだけどね。龍神がやばかったな。レジェンド召喚。なんだなんだ、なんでそんな強いんだ。面白いやつだ、我の友になれ。なんだ竜王。これ強いのかな、あまりこれをゲットしてる人ちょっと見たことはないんですけどね。やっぱちょっと竜神ゲットするの大変だったんだよね。さあ、じゃあちょっと見ていきましょうか。なんだ竜王ステータスとかね、ちょっと気になるよね。あ、やべえ、スキルがやばい。スキル竜王、攻撃が敵のガードを無視しつつ必ず命中する。敵のガードを無視 して、さらに必ず命中するっていう、すごいね。まあ妖力系の妖怪なんだね、この妖怪は。吹雪の術、なるほど。いや、必殺技も結構強いね。範囲が結構狭いけど。なんで最後ね、ちょっと必殺技を使っておしまいにしましょうかね。よし、じゃあ使っていきましょう。よし、入った。あれ、これどうなった、あれ、あ、嘘、そんなのあり。ちょっと待って、ちょっと、おい、ふざけんなよ、また一からじゃねえかよ。もう一回いきますか、ちょっと今のうちに。おし、なんかもう犬神っぽい感じがするけど、氷系の妖怪なんだね、なんだ竜王は。なるほどなるほど。ということで降参しましょう。いや、通信対戦にいいかもしんないですね。はい、ということで今回はレジェンド妖怪のなんだ竜王を解放してみました。竜神なんですけどね、この竜神ダガマがまず、妖怪ガチャの大当たり、そしてそれ以外だったらアメリカの信号イベントでゲットできるらしいですね。まあ、この龍神玉をゲットするのも難しいんですけど、さっきみたいに龍くんがね、龍くんが結構厄介。僕はそうですね、バスターズも含めると1時間ぐらいかかっちゃいましたがね。 D ランクなんですけどね、すごいゲットが難しかったですね。ただね、スキルがめちゃくちゃ強いので、まあちょっと頑張って皆さんもね、ちょっとゲットできるんだったらゲットしてみてください。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。